J1 セレッソ大阪の元日本代表 MF 香川真司33が凡人から激励を受けた21日、大阪、舞洲で次節アビスパ福岡戦25日、アウェーに向け調整した。香川が6年に C 大阪入りした時に GM だった西村明宏氏が練習場を電撃訪問。J 復帰後、初めて対面した、まだ高校2年で FC 宮城バルセロナ、宮城に所属していた香川をスカウトとして発掘したのが小菊明夫監督で、最終的に獲得を決断したのが西村氏だった。現在は JFL 高知ユナイテッドで GM を務めており、練習後に再会すると高知の名産の話題を振り、カツオを送ってやろうか、とにんまり。西村氏は、これから、どんどんコンディションを上げていくと言っていました。楽しみやなぁ、ほんまに真司にカツオを送ってやらなあかんなぁ、と嬉しそうに話した、5年末に C 大阪と正式契約を結んだ際のこと。まだ無名の高校生だったが、西村氏は、将来、日本を背負う可能性のあるすごい選手が来るぞ、と興奮気味に話していた。開幕新潟戦は、途中出場した香川が絶妙スルーパスからの得点を演出しながら 2-2 の引き分けに終わった。小菊監督は、私に会いに来たというより、西村さんは真司に会いに来たんでしょうね、と笑いつつも、香川、獲得、に深い方ですから。我々は OB の人たちの思いも背負ってやっていかないといけない、と気を引き締めた。